五宝器幕府は台湾のラン検証形郷にある特国地、京の上流に位置する滝。メラン町市にある、木形独名、五宝配列、助獣騎士。という記述の通り、後方には小座の三宝があり、その形が攻撃の道具に用いられる三角大器に似ていたことから五宝器の名がついたとされる。滝は上、中、下の二三層からなっており、 それらの滝とそれぞれを結ぶ稼働を合わせた落差は100メートル以上に及ぶ。ラン県政府は観光地としての発展を期して五宝器風景特定区を設定している。また、乱非重慶の一つでもある。五宝岐幕府は全域が歩道で結ばれており、その入り口は下層の滝の近くにあり、そこより下流の渓谷には浅瀬になっているところも多く。 流れも平穏なので子供の水遊び場となっており、少なからぬ数の観光客は、辺りで靴下を脱いで水に入って遊んでいる。石の階段を登りながら136メートル進むと、中層の滝に達するが、ここでは川岸に、ご法廷と名付けられた中国式の料亭が建てられており、観光客が足を止めて滝を干渉する場所となっている。折り返して、 さらに36メートル進むと分かれ道があり、曲がりくねった道に沿って、さらに476メートル進むと、最も壮観な上層の滝に至る。この滝の下には、干く台が設けられており、向こう側から、しぶきが飛びかかり、滝にみなぎる勢いを感じることができる。なお、上層の滝に至る歩道は、近年の台風被害などで、 たびたび閉鎖されており、2017年12月時点では、立ち入り禁止となっている。金棒には、聖母マリアが、登山者を救ったという伝説があり、聖母朝聖地と称して、簡素な天守堂が設けられている。五宝器幕府は、小谷断層によって形成された、断層幕府であり、地質の上では四両座岩区に属し、壁界の見える硬い血眼が露出する場所となっている。 滝の形態から見ると滝面は傾斜し、水流の向きと地層の走行は大きな角度で交差しており、岩層の上部は水流とは逆に傾斜している。上層の滝の上の部分は粒の細かい石英由来の砂岩の厚い層が形成され、その下にはっきりとした割れ目の入った硬い結板と粉状の砂岩の層があり、滝の形状は細長く、下には滝壺が形成されている。 中層と下層の滝はもっぱら結岩状を流れており、中層の滝も細いが、滝つぼは形成されていない。下層の滝は落差と幅の重横比が比較的接近しており、滝の下には滝つぼが形成されている。昇景断層は、ラン平原の北西の円を横切っており、断層の南東側は下がり、北西側が上がったため、河川の侵食作用で滝は、 交代を続け、硬い岩石層に至って、ようやく交代の速度が緩み、今日の姿が形成された。上層の滝で露出している四両砂岩層は、傾斜が緩く緩やかで、この滝が硬い岩の上の発達した証拠となっている。ありがとうございます。